吉田さん、政治系チャンネルはね、確かに独立してすごい良かったかなと思います。ただやっぱりこうチャンネルの維持って一度にはできないんですよ。実は今ね、匿名チャンネルを新規でこの2ヶ月連続で2つ動かしてるんですよ。でこちらの方はちょっとポシャりそうなんで、まあ、いろいろとね、一個一個トライしていきながらかなと思いますし、 FX オリガルヒに関しては1年ぐるっと回ってね、実績が出たんで、いろいろとオリガルヒに参加してくださった方の数字がやっと出るようになったんですよね。まあ、ですんでこれからかなというところでございます。